はい、こんにちは。今回はですね、ヌメ川の水染みの消し方っていうのをちょっと実演してみたいと思います。はい、これエルファスナウォレット M なんですけど、ヌメ川で僕が使ってるやつなんですけど、まあ、気をつけてはいるんですが、まあ、何かの拍子に、まあ、これ水染みですね、のがついてしまっております。まあ、これは水染みってわけじゃないと思うんですけど、まあ、こういうのって、まあ、ちょっと、まあ、目立つというか、まあ、正直僕あんま気にしてないんですけど、まあ、一応これを消すことができるのかっていうことをやっていきます。まあ、これちょっと中身入ってるんですが、まあ、このままやっていきます。はい、で消し方っていうのはもうあの水がシミになっちゃってるんで、これ水を使います。まあ、これ水をですね、まあ、こういう布に結構入れていただいて水を湿らせる。でまあ、絞って水が出ないぐらいにしてもらいたいんですけど、じゃこれでですね、これを拭いていくと全体的にもう濡らしちゃうって感じですね。まあ、ちょっと水入れすぎた感じしますけど、まあ、一応均等にするためにも全てこれで、まあ、水でぼかしていくようなイメージですね。で川自体はあの水に濡れたらおかしくなるっていうことはないんで、別に水に濡らしても大丈夫なんですけど、まあ、乾かすときに、無理くりドライヤーで乾かすとかっていう風にしちゃうと、まずいんですが、まあ、普通に自然乾燥させれば問題ないです。で今拭いたらもうこの時点で特にその水染みっていうのがあまり目立たないとはなったと思うんですけど、まあ、これを乾かしていくと、これが乾いて、まあ、消えてれば成功って言うんですかね。まあ、ちょっと、まあ、もうちょっと固く絞った方が安全かもしれないです。まあ、こんな感じで一旦乾燥させます。はい、10分ぐらい経ったんですけど、あの水にドボンってつけたりしなければ、まあ、さっきみたいにこの水で濡らした布で拭くぐらいだったら、まあ、10分ぐらいで結構乾いちゃうんですけど、まあ、どうでしょうね。まあ多少残ってはいますが、かなり目立たなくはなったと思います。はい、っていう感じで、まあ、ヌメ川の、まあ、水染み対策っていうのはこのようにすると割と簡単に、ただ一時的に、まあ、ツヤ感はややこうツヤが失われるって感じですね。まあシミがあるよりマシだし、まあ、ツヤもいずれ復活してくるということですね。で一点注意していただきたいのは、水で濡らした時って皮が非常に柔らかくなるので、濡れてる時に、まあ、こっちもさっき拭いてて、でこう置いてこうまた拭いたりとかしてたら、こういう風にこう跡がついて、まあ、これ失敗なんですが、まあ、これもちょっとご参考にしていただければ。皮って一回へこむと結構手術が難しいんですよ。まあ、これはどうするかっていうと、まあ、水で拭く、またもう一度同じように柔らかくしたりとか、まあ、あとはそうですね、まあ、このこうヘラとかでちょっとこうなじませてやるというか、このへこんでる部分の周りからちょっとこうなじませてやるぐらい、まあ、あんまり今やっても効果はなかったんですけど、まあ、もう一回濡らしてちょっとふやかせると結局その皮の繊維がちょっとこう膨らむというか、
それである程度復活させるっていう手もあるかもしれません、はい、ただへこみを復活させるのは結構難しい。水で、まあ、一旦濡らしたりとかした場合には、まあ、オイルを入れてあげることもまた、あ、いうあのこれニートフットオイルっていう牛から取ったオイルなんですけど、まあ、これをですね、まあ、ここにちょっと入れてあるので、これをハケでですね、まあ、これは大胆にこう持っていくと、まあ、こういうオイルはファスナーとかに塗らないようにちょっと注意していただきたいんですけど、シミになっちゃう。結構ガンガンに塗っちゃって大丈夫なんで。で、これはツヤが出るっていうよりも、どっちかというと浸透して、まあ栄養補給というか、オイル補給っていうものなので、塗ったからといってツヤが出るものではないです。ただ色が一時的にちょっと濃くなるんで、で、これが、まあ一晩、2つぐらいで、まあ、結構オイルが馴染んでくるんで、まあ、ちょっといきなり色が変わるんでびっくりするんですが、まあ、これは、まあ、いい感じに馴染んでくる。まあ、これオイル塗ってから1時間ぐらいだったんですけど、だいぶ落ち着いてきました。で、落ち着いてはくるんですけど、多少色は濃くなります。まあ、ヌメ革って初め肌色っぽい色でだんだんこう飴色になっていくっていうイメージなんですけど、まあオイル塗るとそれが若干早まるっていう、そういう感じですね。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。